りましたわ。ついにこの大陸最強のギルドと名高いフェアリーテイルを白に染めましたわ。さすがに壮観ですわね。あとは護身竜がいるというギルティナに運び込むだけ。どうやって彼らを運び出しましょうか。なんとか女性陣は運び終わりましたわ。なぜ私がこんな肉体労働を。あとは男性陣。他の奴が生えてくる前にしっかり読めよ。もう君に勝ち目はないよ、夏。久しぶりだな、兄ちゃん。エルザも無事か。状況がわからねえ。気づいたらボロボロのエルザが倒れていた。一体誰がエルザを。見当もつかねえ。俺は裸で拘束する。トシードの王座にしてアルドロンナイ。なんだよ、バカでけえ方はどうやって倒そうかって迷ったけどさ、そんな人間サイズじゃ倒しようがあるじゃねえか。何を勘違いしてるのかね、人間よ。あの大きさの力の全てがわしのもとにあるのだ。ガッ、そんなことはさせねえぞ。うぬにできることはない。どうなってんだ、攻撃が全然見えねえ。死の運命がやられただと。こうしては折れぬ。見えた。よくわからねえけど、少し魔力が下がったのか。